日本に一時帰国した時に大量にレジン用品を購入したので、買ったものを紹介していきたいと思います。ただかなり大量にあるのでサクサクっと紹介していきたいと思います。まずはじめにこのクラフトハート東海っていう手芸店で買ったものを紹介したいんですけど、まずこの東海さんって全国にありますか？もしかしたら私の地元だけかもしれないとか思ったんですけど、もし他の県にもあれば嬉しいです。東海はレジングッズに限らずにいろんな手芸用品がいっぱいあるので、よく通ってました。これカラーアートレジン専用のものなんですけど、刺繍のようなデザインがレジンで作れるお手本のデザインシートになります。カラーアートレジンは結構スモーキーな秋らしい色が多いので、これちょっと今年ぜひ使ってみたいなと思って購入しました。また今度動画にしたいと思います。それからこれも 3D アートカラーアートレジン専用の絞り袋セットです。自分で好きな色を作ってこの絞り袋に入れて先をカットして細い線を描いてお絵描きするような感じで使います。それからこの 2年前ぐらいに買ったこのキューブ&レクタングルのモールドが大好きで、また新しいものを購入しました。ちょっと今使っているものはだんだん劣化してきてしまったので、これに買い替えました。それからこれはファジコのホールメーカーといって、UV レジンや LED レジンに硬化させる前にこのホールメーカーを挿してそのまま硬化させることで簡単に穴を開けられる商品だそうです。このまっすぐなものからちょっとこう曲がったタイプまでいろんな形の穴が作れるそうなので、ピンバイスで穴を開けなくてもこれさえあれば簡単に穴が開けられるみたいです。あとは最近個人的にプラ板もちょっと使って見たりしているので、プラ板にとっても最適なこのカラーペンを買いました。プラプルミエというカラーペンなんですけど、加熱前のプラ板にぼかしができたり、あと乾けば水も OK で、加工後のプラ板へのデコレーションにも使えるみたいです。あとはガラスにもかけるので結構いろんな使い方ができるので使うのが楽しみです。それからビトラーユの着色剤をセットで購入したので、もうしばらく着色剤は買わないと思ったんですけど、ちょっと可愛らしい色味を見つけてしまったので今回誘惑に負けて買ってしまいました。レジン着色剤色ドロップ、これはニュアンスカラーでもう一個隣にベーシックな色味が作れるセットがありました。こっちの色がローズピンク、アイスブルー、マリンブルー、ミモザ、アンティークグリーン、バイオレット、グレープ、ライトグレー、ベージュっていう、ちょっと自分ではなかなか作りにくそうな素敵な色合いだったのでこれを購入しました。これ 2g でお値段も比較的安かったのでとても買いやすかったです。100円ショップなんですけど3種類回ってきました。セリアとキャンドゥとダイソーの3つです。私よくワイヤーを使ったアクセサリーを作るので、100円ショップのワイヤーがどの程度使えるのか試してみようと思って購入しました。これは 0.5 ミリなのでだいたい24ゲージ4メートル入っていて、材質は真鍮だそうです。シルバーとゴールドを買いました。それからネイルコーナーに 0.2 ミリの極細のワイヤーがあったのでこれも購入しました。かなり細いので形を作るにはちょっと不向きかもしれないんですけど、レジンの中に飾りとして入れるのはすごく可愛いかなと思います。それからアレンジパーツの丸と四角、ちょっと縁にデザイン丸かのように飾りがついていて可愛いなと思いました。あとはセリアにはたくさんのハーバリウム用のドライフラワーがあったので、
これを購入したんですけど、私の店舗にはあまり種類がなかったです。それから小さくカットされたハギレがたくさん売ってました。いろんな柄もあったんですけど、これから冬に向けてレースが可愛いかなと思って買ってみました。あとクリアバッグ、ラッピングとかに使うと思うんですけど、柄がとっても好みでした。そしてこれがジェムストーンシール、バブルクリアって書いてあるんですけど、すでに裏側がシールになっているので貼り付けて使えるそうなんですけど、この表面がシャボン玉みたいにすごい虹色に光っていてとても綺麗だったので使ってみたいなと思ってます。あとはこのシリコーンゴム、お湯割りに似てるのかなと思ったんですけど、クラフト用のパーツの複製が簡単にできますっていう風に書いてあって、ちょっと試しに買ってみました。これもし使ったことのある人がいたらぜひ教えていただきたいです。次はキャンドゥで購入したものです。これはネイルパーツを DIY、 自分でクラフト用のレジンやジェルネイルなどで使うネイルパーツを作れるみたいです。すごくミニサイズのシリコンモールドがいろんな種類あったので、今回4種類買ってみました。あとは 3D ホロ、とっても色味が幻想的な色味だったので2色購入してみました。次はダイソーです。1年半ぶりのダイソーだったのでかなりいっぱい買ってみました。多分もうお持ちの方もたくさんいると思うんですけど、シリコンモールドを4種類買いました。 UV レジン用ソフトレジンモールドのラウンドタイプ、シンプルと書いてあるんですけど、キューブやあとピラミッドのような形が取れるタイプ、あとバラエティって書いてあるんですけど、ボタンやリング型、あとちょっとこうスクエアなどもいろいろ入ってました。そしてこれも自分でオリジナルのパーツが作れるかなりミニサイズのモールドです。あとはレジン用のゴールドフレームでラウンドタイプとスクエアタイプ、それから封入パーツのガラスフレーク、ちょっと夏っぽいかもしれません。あとはスパンコールミックスを買いました。それからあとこれはネイル用だったんですけど、6色の糸がもうカットされているタイプのものです。それから今更なんですがシリコンマットを手に入れてみました。あとはコンパクトな折りたたみミラーを購入しました。ちょっと何かアレンジできたらいいなと思ってます。あとはこういった水引きが売っていたので、全然アイディアはまだ全くないんですけど、とってもこの糸が綺麗だったので試しに購入してみました。あとこんなのも100円ショップに売っていたんですけど、これ両方とも塗り絵なんですけど、私の大好きなお花のデザインがたくさん載ってました。こんな風にお花のアウトラインの線だけ書いてある面と、あともう色が塗っている面が2つ書いてあります。こっちはワイヤーなんかでお花のデザインを作る時の形の参考になるかなと思うのと、あとこっちは着色なんかでも色味の参考になるかなと思って購入してみました。
とはこの花の国っていうのもちょっとこうファンタジーなあの感じのイメージなのかなと思うんですけど、こんな風にあのめくって見てるだけでもあのデザインの参考になるなっていうのと、あこんな形かわいいかもって思いながらあのめくっていくのがすごく楽しいです。あとは3COINS でこの iPhone ケースを買いました。この iPhone ケースとってもシンプルで使いやすくてあのいいなと思って購入したんですけど、こんな風に縁だけゴールドになっていて、ここがクリアなのでちょっと作りたい iPhone ケースのデザインがあるので、ここにちょっとこれからデザインをしてこのゴールドの縁も生かせたらいいなと思ってます。シルバーの縁もとっても可愛いと思います。それからこれはネットで購入したんですけど、このジェルネイルの少量タイプを購入してみました。これとっても小さくって量も 3g と本当に少し入ってるみたいです。私はジェルネイルを買うのが初めてなので、あのどこのメーカーがいいのかちょっとわからなかったので、あの本当にネットで見て可愛いなと思う色があったところで買ったんですけど、ちょっとこれを試しに使ってみたいと思います。それから別の種類も5つだけ購入してみました。こっちはシルバーだったりゴールドも入っているので、ちょっとしたレジンのアクセントなんかにも使えるかなと思ってます。それからこれが一番大きな買い物だったんですけど、新しくレジンのライトを購入しました。これもクラフトハート東海で購入したんですけど、これは UVLED レジンライト 66W タイプです。今まで使っていたものはライトが切れてしまったりもしたので、これを機に LED のライトに買い替えました。この周りのピンクゴールドもすごく可愛くって、形も丸みを帯びててちょっとこうスタイリッシュな感じで可愛らしいです。これは LED と紫外線 LED の2つの波長に対応しているものだそうです。レジンを使用したアクセサリーにご使用くださいっていうことなんですけど、使い方はこの差し込み口にこのアダプターをしっかりと差し込んでコンセントにつなげて使います。これ電源を押してこの中にモールドを入れると、こんな風にセンサーが感知して自動的にライトがつき始めます。で3段階でライトが強くなって120秒で消灯するみたいです。これちょっと見えづらいかもしれないんですけど、今120秒からの、時間のカウントダウンが表示されてます。でこれ途中で中のものを出すと自然とライトも消えます。あとはここに10秒タイマーと30秒タイマーと60秒タイマーの3つもあるので、仮交換にもボタン1つでできるのでとても便利だなと思いました。これこの中はこんな風にライトがついてるんですけど、これすごく便利なのがこの底の板がパカッとマグネットで外れるようになってます。なのでこの底のお掃除もちょっとこう拭き取ったりするだけなのでとっても簡単です。でこれ取り付ける時もマグネットなのでこんな感じでついちゃいます。もちろんこれ底を使わなくても何か大きいものを固めたいときはあのこのまま直接光がこんな風に出るので大物も固めやすいかなと思います。というわけで今回少し値段は高かったんですけど、この LED のライトが一番のお気に入りです。
やっぱりアメリカに住んでいるとライトの交換だったりその機械の交換がなかなか難しいので、これだったらこの中のライトも交換しなくていいので半永久的に使えるライトとなっているので、これはこれから長く大事に使っていきたいなと思ってます。そんな感じで今回は日本で購入したものをドワーッといっぺんに紹介させていただいたんですけど、何か気になるものがあったらぜひぜひ試してみてください。私の覚えてる範囲で商品のリンクを下の概要欄に貼っておくので、気になるものがある人はぜひ飛んでみてみてください。私も今日紹介したものこれからどんどん動画で使っていきたいなと思うので、この使い心地どうですかとか何か質問があればぜひぜひコメント欄で教えてください。この色ドロップの色見本なんかはすぐにでも作りたいと思ってるので近々動画にしたいと思います。最後まで見ていただきありがとうございました。